食欲の秋到来ということで、めっちゃ美味しい。柔らかそうだね。最高。大阪でコスパ最強の超人気食べ放題店が先月名古屋初上陸。単品なら1800円超えの超巨大ハラミが食べ放題。さらに、やばやばこれも飲み物食べ放題のクオリティを凌駕する和牛の炙り寿司に、キンパやビビンバなど超本格派のサイドメニューも充実。先月オープン、コスパ最強焼肉食べ放題を大家族で食べ尽くしちゃいます。お願いします。おかり家の皆さんです。よろしくお願いいたします。もう花坂タイムズは何度目ですか？3度目。ありがとうございます。食べ放題に挑戦するのは番組では恒例の10人家族、ほかり家。この日は3人が欠席、7人で焼肉を楽しんでもらいます。ほかり家がやってきたのは名古屋駅から歩いて3分、先月6日にオープンした焼肉ジャック。大阪に本店があり、焼肉食べ放題のクオリティが高いと平日でも予約が取れない日もあるほどの人気店。でもほかり家といえば、カツさん量どのぐらいですか？1300g なんで1キロ以上ですね毎日一生炊いてたかな、ご飯一生。スーパーに買い物に行けば2日分でこれだけの量。その合計金額はなんと2日で16,465円。そんな大家族が焼肉なんてお金がかかりすぎると思ったそこのあなた、今だけキャンペーンでお得な焼肉食べ放題でございます。今だけ、はい、今だけです。これもう他のところではやってない？やってない。名古屋店限定、ここだけです。最高。そう、ただでさえお値打ちの食べ放題なんですが、今だけさらに安い。そう、こだわりのお肉に充実のサイドメニューなど87種類が90分間食べ放題。コスパ最強のお値段は後ほど発表するとして、たらふく焼肉と参りましょう。今日のお昼とかはちょっと抑えてきたりしてますか？一切食べてません。食べてません。もう早く食べさせていただきます。素晴らしい、準備は万端。みんな肉食えるか。コスパ最強食べ放題の注目ポイントはこちら。まず出てきたのは、おいよ店長、こちらは、こちら、最初にお持ちさせていただいているおすすめのお肉の盛り合わせになります。おすすめ、カルビ、ハラミ、ホルモン、鶏ももソーセージです。じゃあ定番どころ、はい。最初の盛り合わせが出てきたところで食べ放題スタート。おおおおおお、いやー、おしよ。なんで俺一人やんの、焼いてんの。ちょっと嫌な、分かったよ。今日も働けよ、お前も。中学生だから。まずは焼肉の定番、カルビをいただきます。さあ、ファーストカルビ、みどりさん、あれどうでしょう、カルビ。めっちゃ美味しい柔らかそうだね。最高。一口目から最上級の笑顔を見せてくれる次女のみのりさん。家族7人、一瞬でおすすめ盛り合わせを食べ終え、お兄ちゃん、あれ、オーダーいけますか？オーダー、はい、食べる暇ないよ。食べる暇ない、オーダーで忙しいから。さあ、行きましょう、お兄ちゃん。あの、そっちはさ、そっちでやって。食べない。やりません。あ、はいはい、わかりました。じゃあ、行ってください。キムチ、白菜キムチ。白菜。あ、ごめん。キムチ盛り合わせがいいね。そうですね。肉から来てんのよ、こっちのメニュー表は。キムチの部分だったら、アルミステーキ。はい、何人前？4。次何？レバー1。やめれます。同時多発的に注文してるから、どういう事態になるのか。待って待って待って、キムチ。和牛レバー。おー、牛レバーですか？はい。うわ、美味しそう。こちらが牛すき焼きですね。牛すき焼きね。パパのレバー。牛レバーです。これ甘みもあって、とても美味しい。牛すき焼きは単品で注文すると1400円超え。
これも食べ放題なんです。すき焼き風のタレと卵を絡ませていただきます。うわうまそう。ちっちゃな声でうま。油がすごい。卵と合う。タレと卵いただきます。うわもう油があふれ出るカルビ、卵の旨味がこのタレのカルビと抜群に合います。ナイスだな。うん、うまい。わかった。はい、分かんなくていいんです皆さん。逆に分かった。分かった。分かった。勢いがある。勢いだよ。勢いとためと。すると食べ放題開始から15分経ったところで。アイス。アイス来ました。アイス。やれ。抹茶アイス。アイス。ここでのアイス。いいですよ。ほらスパイス行きましょう。ゆいちゃん。こちら椎茸と。あいいね。え、ゆいちゃんは今何？椎茸とアイスを頼んだの？いいですね。食べ放題の醍醐味だ。このように子供たちの個性はバラバラということで、今日狙っているメニューを聞いてみると。みのりさんは何、一番の目当ては何なんですか？ちょっともうサイドメニューちょっと頼んでみたいな。サイドメニュー、結構サイドメニューも豊富やったもんね。チーズがあるやつがあるって聞いたので。やっぱチーズ好き。チーズ好き。今何、中学1年生。中1、チーズ好きだね。なかなかちゃんは今日こんなん食べたいなって言うの？でかいのを食べたいです。サイズ聞いたつもりなかったけど、でかいの？でかいの。でかめで。そんな三女さやかさんの欲望を満たすでっかい肉が来ました。店長そちらは？こちらはハラミステーキ。ハラミステーキ用の。こちら大きいのでお好みのサイズに切ってからお召し上がりください。はい。これで一食になる。こちらは単品なら1419円もする厚切りハラミステーキ。肉質が柔らかくジューシーなお肉、さらに厚切りだから食べ応えも抜群。もうワイルドに切ったよ。よいしょ。うわ肉って感じ。肉って感じするね。うん、うん、うまい。めっちゃジューシー、うん、めっちゃ柔らかい。うん、すごいうまい。いやもうお高い味がします。デカ肉狙いのさやかさんも大満足でしたが、さらにこれを超えるデカ肉メニューが、それが注目ポイントの赤字覚悟の巨大肉。お店的にちょっとこればっか食べられちゃったら困るぞという、そのメニューがありましたら教えていただきたいんですけど。こちらですね、スポーツ系ドラゴンハメです。これは何でですか？量もすごいので、うん、赤字覚悟のつぼ漬けドラゴンハラミとは？でかい、すごいですね。これはちょっとけどファミリーで食べ放題来てこのメニューはテンション上がりますね。今日は食べ放題、はい、もう行きたい放題です。いや行きたい放題やったりましょう。さやかさん、今日はでかいを求めてきました。どうでしょう？いや、絶対食べたいです。よっしゃ。デカ肉狙いではない次女みのりさんもこのサイズにご覧の表情。大家族でも絶対満足できる一本ハラミは全長およそ20センチ。単品で注文すると1800円超え。これ食べ放題。いかがですか？つぼ漬けドラゴンハラミです。満足？満足です。いやいいですね。やっぱり皆さん元取りたいなって気持ちあるんですか？いやーまあそんな嘘です。絶対嘘です。建前？いやいや。あんなの聞いたことないです。元取れ元取れ。それ以外聞いたことない。それ以外ないぐらい。うん、するとここでチーズ狙いの四男ひかるくんが。はい、ヒカル。はい、ダカルビ焼きましたよ、ヒカル。ほら、なんかそれっぽい、それっぽい。いや、てか、めちゃうまそうなんだ。
甘辛いタレとチーズが相性抜群。チーズ系メニューがあるのも子供には嬉しいですよね。うわ、たっぷりいくやん。うわうまそう。さて、あとめっちゃうまい。あ、金が来たわ。うん、うまい。味がふっかる。味がふっかる。めっちゃうまい。いただきます。うまいわ。甘辛いタレ、それとこのチーズのまろやかなコク、ここがものすごく合うから美味しいチーズタッカルビ。さあ続いては子供たちが大興奮の映えドリンク。食べ放題に700円追加するとソフトドリンクに加えノンアルコールカクテルが飲み放題に。パインジュース、レモンジュース、オレンジジュースを合わせたシンデレラなど、単品で注文すると500円前後のものが多く、2杯注文すれば元が取れちゃう超お得な飲み放題。器も可愛くて映えるので子供たちに大人気なんです。ノンアルカシスグレープ。おお、なんでなんでそれ飲んでみたい。これこの前テレビでやってて、うん、あ、飲んでみたいなって思って今ちょっと何年生やった？今まだ中学生。一番憧れるところ、大人に憧れるな。こちらが、ノンアルのカシスグレープ。はい、来た来た、憧れのカシスグレープ。ケピケピ。乾杯。乾杯。はい、ケピ。もう挨拶がする。なんか。めっちゃ美味しい。美味しい？どうですか？憧れのカシスグレープ。やっぱ大人の味が。やりましたねけどノンアル。さあドリンクを満喫したら一人一つしか注文できないプレミアムメニュー。来た店長、すごいの来た。はい、こちらが、こちらが、炙り肉巻き寿司。炙り肉巻き寿司すごい。お一人様一品限りになっております。あ、こちら和牛の。和牛がここで出てきた、はい、最高です。もうたくさんのバランスが、はい、ね、芸術レベル。まるで高級店で出てくるような炙り和牛肉巻き寿司。和牛のバラ肉の片面をさっと炙って、甘めのタレと卵黄が乗ったシャリを乗せたら、そのままガブッといただきます。割ってちょっと、うわいや、最高。柔らかいからすぐ切れる。これでも大きいよ。うわ、やばやかお肉じゃない、お肉じゃない、お肉です。柔らかい、うん、これも飲み物いただきます。もうなんか本格感あるやん。でも今の食べとかする必要はあった。バツくん、飲み物です。飲み物だわこれは。本当だ。卵も相まりまして、このサシが口の中で一気にとろけていく様は飲み物かと見まごうような素晴らしいお肉だ。ただプレミアムメニューはこれだけじゃないんです。こちら、チーズキンパです。きた、これもすごい。甘辛いタレが染み込んだご飯とトロットロのチーズが相性抜群のキンパ。さらに超本格的な石焼きビビンバもプレミアムメニュー。実はこの3品の中から1人1つだけ選んで注文できるんです。これ1人前。そうです、ね、わ、分けれますね、この料理がね。止まんない。お味は？おー、おいしい。もうおいしい。チーズがめちゃめちゃ合う。内緒だって。サイドメニューをしみのりさん、ビビンバっていくな。うん、ご飯にちゃんと味ついてて、すごい、なんか辛い、
でもチーズがあるからちょっとピリ辛なんだ。緩和される的なね、うん、食レポがめっちゃ上手っすね。本当に美味しい。これ誰が食レポ上手なの？みのりさん。食レポ出てなかった。もっと応援やと思って。その後も豪快に食べ放題を堪能するほかり家。さあ90分の食べ放題も残すところあと20分。普通なら注文も落ち着いてくるところなんですが、サイドメニュー推しの次女みのりさんがラストスパートをかけます。チーズチヂミ。チーズチヂミ、はい、でチーズが溶け出した頃に食べ頃になっております。食べたいね。はい、そうだね。あ、これチヂミ。いや、俺も見えない見えない。チーズチーズ。おもう普段何も食べない、うん、こんな感じチーズが来て、うん、やっぱりチーズが最一番。チーズが一番。ナイス。ちょっと光るそれさ、食べてみて。口にゆっくり運んで。それなんですか？これは明太チーズチヂミです。さっきチーズチヂミ頼んでましたよね。はい、明太子のせました。食べ放題後半戦でまさかの網の上がサイドメニュー祭り。他にもサイドメニュー推しのみのりさんはカルビクッパや牛すじ煮込みバケットなど続々と完食。うん、いう食べ方な。あ、こういうこと。質問食べるの、はい、美味しいね。うまい、かむごく食べるよ、ね、90分となりました。元は取れてるかなと思います。お、なるほど、うん、じゃあこれ気になるのはお値段となりますよね。ほかり家が食べたのはご覧の通り。皆さん思い思いに注文しましたが、さあ90分間焼肉食べ放題1人いくらだと思いますか？今ですと3680円。3680円。これはどうですか？これは文句ないっていうか、もう素晴らしいね。ビビった。通常4230円のところオープン記念で今だけ3680円。小学生以下は半額なので合計金額は23920円。通常の金額よりも3000円以上お得になりました。3680円っていうのはこれどうですか？うん、僕も毎週焼肉食べる。いや本当だね。